フットボールさん、自身が日本最高の監督と宣言、わら。僕以外の人が例えば監督やったとしても僕が上限ですから。出せる結果派、僕以外が僕と同じ仕事を僕が出せる結果のレベルで出せるわけがないんで。しょうがないんですよね。それは僕がやるしかないですよね。同じ戦力がいて同じ時間もらってどの結果を出すかっていうと、僕が出せる中でというか日本にいる監督の中で最善の結果を出せるのは自分だと思うんですよね。これは別に僕の主観じゃなくて本当にそうだからね。と自身の YouTube チャンネルで語った。さすがに持ってると思って動画見たらマジで言ってて笑った。わらわら。ちょっと感動した。いろんな意味で、わら。まあ検証のしようがない無敵理論よ。ええやん。これぐらい煽るから注目されるんやろ。炎上商法出たか。お前らレオ座の手のひらの上で踊ってるな。わら。弁当の手配のマネジメントすらできず文句言ってるやつが、マネジメントを語る滑稽さ。上昇時とこいつ派限界系特有のヤバさがあるよね。わかる？僕、多いな、小学生かよ。確かスペインの指導者もディスってなかったっけ？スペイン派俺のところに勉強しに来いとか、それもワールドカップで日本がスペイン撃破する前に。レオザフットボール市の主張、6000。ただの香ばしい人だな、わら、胃の中の蛙大会を知らず、やな、そもそもサッカーを知らない。直訳すると自分のクラブがとリーグ3部に昇格できないのは選手のせい。